どうも、レオンで、ございます。今回もですね、諸君たちに、素晴らしいね、サッカー動画、送り届けようかな、というふうに思います。はい。今回なんですけども、皆さんご存知ですかね、浦和レッズがですね、ACL、敗退しましたと。まあ、これはもうとっくに出てるニュースですね。ニュースというかもう、配信でもやりましたしね、残念ながら、敗退と。いうことなんですね。でですね、まあ、ACL も最終節が全て終わりまして、他の3チーム、川崎、マリノス、そして、甲府、見事にですね、1位突破を決めてですね、3チームが突破したと。で、低たらくの浦和レッズだけが敗退したということなんですね。で、今までであればね、まあ、これは別に、なんていうのかな、よく頑張ったね、と。いう形で終われるんですよ。まあ4チーム参加して、まあ、3チームが突破したわけですからね。はい。ただですね、現在と過去と何が違うかと言われるとですね、これ皆さんご存知かどうかわからないんですけども、この J リーグのチームがどれだけ決勝トーナメントで勝ち上がったかとか、いわゆるその成績ですよね。トータルで今後のACL のその国の枠がね、決まってくるんですよ。はい。なんで、まあ1チーム敗退しましたと。で、もちろんこれからまだね、決勝トーナメント進出しただけなので、どういう成績になるか、全チームもしかしたら決勝トーナメント1回戦に敗退する可能性もありますし、3チームともね、勝ち上がる可能性もありますし、それはわからないんですけども、そのトータルの成績によって、今後のね、ACL の枠が決まると。で、ちなみにね、来シーズンは ACL エリートっていう、名称が変わるんですかね。これ3チームなんですよ。出れるのが。ね。で、まあ、もしかしたら J リーグこれ、チームが ACL で優勝したらそのチームもプラスアルファになって、まあ、4チームになるのかもわかんないんですけども、現在まあそうでなければ、普通に行けば3チームというふうになるんですね。で、これ浦和が敗退しましたということなんで、もしかしたらですよ、こう再来年とか2チームとかね、なってくるかもしれないんですよ。はい。まあ、これ分からないんでね、ちょっと何がどうなって何枠かっていうのは、これヨーロッパのね、チャンピオンズリーグもそうなんですけども、分からないんでね。だからイタリアとなんかでも、一時、今4枠になったのかな？セリアが3枠とかね、なってる時ありましたよね。だからそういうこともあり得るんで、これ全体でね、J リーグ全体でどのチームも気を抜けないというか、もう自分のこのチームがね、まあ、今シーズン調子悪いからしょうがねえかっていう形で終われないんですね。っていうことを、浦和レッズは分かってないのかなって。舐めてんのかなっていう感じなんですよね。はい。なんで、まあ、今後のことを考えるとね、この敗退っていうのはどういうことを意味するのか。それも予選グループ敗退ですからね。決勝トーナメント進出できてないですからね。1回戦で敗退とかならね、まだちょっと分かんないですけども、予選グループ敗退ということなので、まあ、今後、まあ、極端にね、一枠になったりとかっていうことはないと思うんですよね。まあ、J リーグは言うてもアジアでナンバーワンのリーグですから、ってことを考えればね、極端に枠が減ることはないかもしれないですけども、やっぱこういったことが続けばね、一枠減なんてことは全然あり得るかな、という感じなんで、いや、本当にね、浦和レッズやってくれたなと。確かね、最終節も勝てばね、チャンスあったと思うんですよ。勝てばね、それも大量得点で。残念ながらね、そうならなかったと。どっかのベトナムかなんかのチーム負けてましたよね。いやほんとね、今シーズンの裏ほんとマジでひどい。俺なんか引いたわマジで。ね、サポーターは暴れるわ。で、大した実力もないのになんかね、自分らで勝手に優勝候補だと思い込んでるわ。で、挙句の果てに ACL で敗退するわ。最低ですよね。なんかね、浦和レッズでそういえば J リーグができた時お荷物って言われてたんですよね。今俺マジで浦和レッズが J リーグのお荷物だというふうに感じてるんですよね。本当にやることなすことを裏目に出るというか、で、自分たちの力を過大評価してるというか、大して強くもないのに強いみたいな感じでね。で、T4 字だけが勝手に盛り上がってるみたいな。やめてほしいよね、それね、マジで。今のところマジで、これ J リーグの恥やから、この ACL の予選グループを抜けられないっていうね、そんなことあるみたいな。はい、っていう感じなんで。まあ、この動画上げてる頃にはね、もう、あれですよね、クラブワールドカップ、初戦ね、どうなってるか分かりませんけども、せめてね、クラブワールドカップで、
決勝に行くとかね、なんかそういう快挙を成し遂げてくれないと、お前らマジで本当に今のところ最低やからな、マジで。っていう感じなんで、本当にまずやってくれな、という感じですかね。もう時系列的にだいぶね、もう遅れてるんですけども、まあいよいよね、決勝トーナメント ACL のね、J リーグが勢揃いしたと、終わったということなので、総括という形でさせてもらいました。他の3チームからするとね、まあ順当というよりも当然というかね、まあ甲府なんかでも相手に恵まれてましたから、また甲府は甲府の動画でね、また言いますけども、とりあえず浦和レッズがね、本当にやらかしたなということで、まずは反省、してほしいなということと、足引っ張んじゃねえぞということを伝えたいね、埼玉県民に。っていう感じなんでね、ちょっと本当にもう心入れ替えてね、来シーズン、頑張ってほしいなと。まだ来シーズンの裏についてはまた別の動画でね、話しますけども、今シーズン本当にもう最低と、こういう感じで、これも自分のことだけじゃないんで、もう、J リーグ全体に関わってくるんで、はい。だから相模原でね、盗撮してたのと一緒ですよね。別にあれってもう、彼だけの問題じゃないんでね、もう J リーガー全員が盗撮してるんじゃないかと思われてしまうんでね、一人がやっちゃうと。なんだったら俺までやってるんじゃないかなって疑われてしまうんでね、まあ、そういうのはねもう連帯責任なんで、その自覚を持ってね浦和レッズ来シーズンねちょっと頑張ってもらいたいなと。今シーズン本当マジでひどかった、最低、最低ですよね、はい、っていう感じなんで、マジで足引っ張んじゃねえぞとこういう感じですね。